岩田のプレッシャーをかわしながらワンタッチで落とす。前いい状態で動き出しがある、パスが通る。佐藤雄平、クレビーニョを使う、中3枚パスを送ってシュート、ニアサイドをつきました。先制は東京ヴェルディ小池純喜、2試合連続のゴールです。素晴らしい形からのゴールだったんじゃないでしょうか。いや見事ですね。今自陣からですけど、相手結構ね中央のプレッシャーかけたんですけど、それをうまく、ね、剥がして、でこの人数のかけ方がいいですよね。結構そんなにこうゆっくりした攻めじゃないんですけど、かなり後ろから上がってきてボールを追い越して、最後このエリアの中でも冷静ですよね。ゴールの中央、近藤泰奈と上がる、近藤ヘディング、同点に追いつきました東京ヴェルディ。注目の近藤直也がニアサイドコーナーキックを合わせました。ニアサイド速いボールに対して、やっぱ相手より早く入ってきますよね、この近藤。ハッタも触りましたが、ハッタもねちょっとポジションが中だったんで、中央だったんで、なかなかこのニアサイドは間に合わないですね。中央のあたりからニアにポジションを落として、本来であればここのニアポストに誰か1枚置くんですけど、空いてましたよね。